雲が湧く空の下、森の中でハンターに追われ、水の中へと逃げる鹿の姿。17世紀オランダの芸術家ヤーコプ・ファン・ライスダールが1665年から70年頃に描いた目鹿狩り。木々の向こうから差す光が穏やかな水面に反射する池に、逃げてきた目鹿がその追跡者と共に静かな画面に動きをもたらします。鹿は馬をかけさせ、追ってきた男たちの手にかかって倒されてしまうのでしょう。鹿の運命は、幹が折れ、葉のついた枝も失われた右側の傷んだ木により暗示されているようです。生命力の損なわれた木の様子は、背後の葉を密に生い茂らせた生き生きとした木々により相対化され強調されています。狩猟の場面と樹木のモチーフが命がけの場面を演出するアクセントの効いた森の風景の絵です。